今回は英語はン語で伝わりますのシリーズを紹介します。うん、タイトルがうまいですね。これン語っていうのは実は三単語のことではなくて主語、動詞、目的語、これでン語だというところですから、まあちょっとおお、なんかタイトルおおって思うところはあるんですけど、ただ、英作文、ライティングの入門書としては非常にとっつきやすくって、わかりやすくって、 これれれなならやれるるいう気持ちにしてくれる本です、えー、この白い方の本が外説書というか、えー、黄色い方が演習書、例文集みたいになってます、まあ,あの自信がある人だったらこの黄色の方からでもいいですし、えー、ちょっとあんまり自信がないなって方は白の方から始めてでこの2冊から始めて、まあ、その後にあえて大学受験用の英作文の参考書などを始められるといいのではないかと思います。